皆さんこんばんは、MK です。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドパート25やっていきましょう。前回は切っ先のジムを攻略したので、今回は H 子に向かっていきたいと思います。 H 子でも多分銀河団が悪さをしているんじゃないでしょうか。ジュンが向かったんですけど、やられてないかな、ちょっと心配ですね。お前も湖のポケモンを雪の中、暇なやつだ。いや、暇じゃないんですよ。あなたたちがポケモンをいつもいじめてるからかわいそうで見てらんないんですって。おジュン大丈夫？びっくりびっくり。畜生銀河団名、あー負けたっぽいな。ふーん、もう終わり？あなたのポケモンはまあまあ、でもあなたが弱いものね。え、ジュン結構強かったぞ。負けたの？それでは湖のポケモン助けるなんて無理な話。ポケモンチャンピオンだって諦めた方がいいわね。それにしてもここ寒すぎるわ。トバリのアジトに戻りましょう。確かに銀河団のそのピチッとした服はちょっと寒そうですね。え、ジュピター強。あら、あなた白帯であったわね。いい、これから銀河団はみんなのためにすごいことをする。だからポケモンがかわいそうとかくだらないことで私たちの邪魔をするのをやめてほしいわけ。いや、くだらない理由じゃないと思うけどな。トバリのアジトに乗り込んできても意味ないのよ。では失礼。お、最後にヒントを残してくれました。よし、ジュン行くぞ。てんてんてん。いや、まあ負けたんだろうけどいいって、聞い取り直していこう。そうだよ、銀河団相手に何もできなかったんだよ。あのユクシーとか言われていたポケモンすごく辛そうだった。え、まだ私ユクシー見てないんですけど。俺強くなる、なんか勝ち負けとかそういうのじゃなくて強くならないとダメなんだ。なんかわかんないけど十分強いぞジュン。言っちゃった。まあとりあえず、じゃあ私はトバリのアジトに向かいましょうか。一緒に来てくれたら心強かったんですけどね。じゃあここ空を飛ぶ使っていきましょう。雪の中飛ぶのはちょっとムクホークかわいそうですけども。どこだ、あたたたた。あ、そっか、ロッククライムも前回ジム戦クリアしたから使えるようになったんですね。でトバリがここか。よーし、じゃあ飛んでいきましょう。銀河トバリビル、違うな、トバリシティ銀河ビル、違うな。なんだったっけ、正式名称がわかりませんが、回復だけしとく。ちょっと待って、ポケモン今しなくていいわ。全然回復しなくてよかった。前回の最後にしたのか。よーし、確かここですよね、ビルは。お、ここだここだ。ちょっと正式名称先いいですか。銀河帳ビル、あ、合ってたわ。夢は宇宙へ。ちょっとあなた、ここ入るよ。どうだこのアンテナ、詳しいことは知らないがとにかくすごいアンテナだ。これすごいの？わかんないけど。いやいや、お前は、お前俺を覚えていなくても俺はお前を覚えている。まあ確かに覚えてないな。お前のせいでピッピは取り上げられて、ああお前か。ピッピもらうって言ってたな。相方は田舎に帰り、知らない、俺は倉庫の鍵なんて知らないぞ。え、なんか落としてったよ今。ちょ、これ何？これもしかしてですよね。ちょ、もうちょっと優秀な人を雇った方がいいんじゃないでしょうか、銀河団は。そして銀河団の倉庫はこっち側ですよね。じゃあ早速乗り込んでいきましょう。倉庫に行くのが正解。あ、待って、なんかある。ロッククライムがあればそこの登れますよね。ロッククライムは誰が使ってくれるんでしょうか。はい、あ、ビーダルなんかい。いつもビーダルだな。はい、じゃあここ上登りまして、おらおらおら、拾っていきましょう。なんだ、満腹おこう。満腹おこうは使わないかな。一応ね、あのゴンベじゃねえや、カビゴンに持たせて預けると卵としてゴンベが見つかるというね、そういうアイテムプラス遅いポケモンに持たせると回避率が若干上がるというアイテムだったはず。あれ違ったっけ、なんかそういう効果だった記憶があるんですけど、あんまり自信ねえな。道具ポケットで、あ、そうだよね、あ、遅くなるのか。あれ遅くなってさ、回避率上がるんじゃなかったっけ、それ違うっけ、ちょっと曖昧だわ。自信ないので、違ったらごめんなさい。はい、ということで、こんにちは。いやいや、どうしたことだ、君は鍵を持っているのかい。持っているかどうか知らないけど、倉庫の鍵はアジトの前にいる仲間が持っているはずだよ。いや、落としてったんだよな。あれ、そういうことじゃない？うん、そういうことでもあるけど、まあいいや、使うよ。止めなくていいんでしょうか。完全に、お、折れちゃった。まあ折れちゃったけど一回使えればいいや。完全に部外者が入ってますけど、まあいいのか。闇の石見つけました。闇の石はムーマージーとドンカラスかに進化するときに使いますね。やべ、あそこに研究員がいるけど、とりあえずこっち側行ってみようかな、下っ端。うわ、ここ時間かかるやつか。迷子のポケモントレーナー、あー、そうですね。私もちょっとここ広くすぎて迷子になっておりますけども、はい、下っ端戦っていきましょう。相手は何を出してくるんでしょうか。ゴルバット、
なんか変わんねえな。ズバット、ゴルバット、ニャルマ、ブニャットぐらいしか出してくるイメージないわもうちょっといろんなポケモン使ってほしいんですけども、まあここは冷凍ビームでいいでしょう。っていうか銀河団のアジトもしかしてめっちゃかかるやつなんかさ、前回、まあ前回というかピカブイの実況した時にシルフカンパニーだけで3パートぐらいかかったんだよね確かいやなんかあのイメージがあるからさ、これ実況でやると長いんじゃないか説。まあいいやちょっと気長にね頑張っていきましょう。銀河団もまあ見せ場の一つですからね。あんまり今まであのちょこちょこしか出てこなかったんで、ここでねがっつりMK のゲーム実況チャンネルで見せ場を作っていきましょう。はい、ということでとりあえず1体倒しましたが、おなんか落ちてる、これは何でしょうか。キトさん、まあ実況中では使わないかな。はい、そして次はまあ私タッパー。待って、さっきのはぐれ研究員のとこ行ってみる。このアジトに忍び込んできたのはお前が初めてだぜ。あ、そうですか、ジュンは来てないかねえジュン一緒に行こうよ。銀河団の下っ端、はい、また勝負を仕掛けてきましたが、相手は毒ケイルってことはアゲハントだなこういうのはもう大体セットなんですよ、毒ケイル、アゲハント。うん、まあ、セットセットん、こういうのは大体セット、違うな、こういうのは大体セットですねちょっとイントネーションがねあれですけども、ここはドリルくちばし OK。 積極的にねこういうピンポイントで、まあ、抜群取れるやつは使っていきましょう。ドリルくちばしいいよねドリルくちばしっていうとサンダーのイメージがあるんですよ私。サンダーってさ、あんまりこうまともな飛行技持ってなくて、っていうか大体飛行技って物理で優秀な技があんまりないんですよ。うん、だからなんかドリルくちばしをメインで使ってましたよね、ダイパとかブラックホワイトの頃ドリルくちばしがメインウェポンってどうなんだという感じですけども、はい、そして相手はドーミラー。マジで同じようなポケモンしか使ってこねえな。銀河団と戦っててもさ、ちょっとバリエーションが少ないんですけど。はい、オッケー、ドーミラー倒した。そしてさ、できればさ今回卵生まれてくんねえかなそろそろ卵生まれて、あ、ちょっと状態見てみるか。なんか卵ってさ、今どれぐらいまで来てんのかって見れるんですよ。ポケモンから卵で強さを見る。これが、お、中から音が聞こえてくる。もうすぐ生まれそう。もうちょっとだぞこれ。ちょ、今回で生まれるかもしんないな。そして待って、ここ上上がってもいいんだけどさ、一応さっきのはぐれ研究員のとこ行ってみよっか。いや意味ないかな、どっちに進めばどうなのかとか全く分かっておりませんが、あなた戦いですよね、なんで無視すんの。銀河団に入って5年、未だに出世できません。ああれ、まさかのあれだったわ、バトルじゃなかったわ。あー、ここは鍵がないとダメ。またちょっとどっかで鍵を見つけてこないといけませんね。お、噂をすれば来ました、皆さん、この卵激アツですっていうか初めての卵孵化ですね。はい、何が出てくるんでしょう。初めてじゃねえわ、初めてじゃねえけど、はい、何が出てくるんでしょうか。来たー、リオルまあまあまあ、見た目からわかると思いますけど、ルカリオの進化前ですね。このリオルを育てて、今回私タビパにルカリオを入れたいんですよ。リオル波紋ポケモン、体から発する波動は怖い時悲しい時に強まり、ピンチを仲間に伝えるということで来ました、リオルリオルちょっと育てよう。いいね、ちょっと性格見ていいですか。リオルで性格はどうでしょうか。無邪気、お、いいんじゃない、無邪気は素早さが上がるんで、あり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 。はい、ということでじゃあこのリオル育てていきましょう。まあとりあえず、うん、ルカリオに進化するまでは手持ちに入れとくか夏季進化だからどのタイミングの進化になるか分かりませんけど、卵で生まれた時点で若干夏季度上がってるんですよ。そうだから、まあそんな遠くはないんじゃないでしょうか。俺は銀河団だけど、ポケモンをもらっていない下っ端の中の下っ端さ、ワープパネルのつながりをいつまで経っても覚えられないのだ。わかる、 MK さんも覚えられないシルフカンパニーでめちゃくちゃ苦労したんですけど、今回もワープパネルか、やだな。我々のアジトを荒らすお前は一体何者だ、ということで女の子ですね、戦っていきましょう。これさ、結構リオルのレベル上がるんじゃね、銀河団アジトで。そうですよね、いや、オッケー、ナイス、いっぱい戦おうレベルが上がれば上がるほど夏気度っていうのは上がってくんで、うん、ここはもうレベル上げてゴリ押しでルカリオに、進化させましょう。はい、ということでじゃあ冷凍、いや、波乗り、波乗りか、さすがにラスターカノンでも良さそうだったですけど、 PP がねちょっとあれだったんで波乗りにします。 OK、 いや、ゲンの卵やっと生まれましたね。あれ、
ピンプクの卵って私返してたよね。確か。だからさっき2個目じゃねって言ったんですけど、お、フェイントを覚えました。メタルクロー、いいですね。フェイントは電光石火みたいな感じの先制技ですね。はい、そして強いポケモントレーナーだな、でしょ。確か、フェイントは優先度がプラス2だった気がする。うわ、自信ねえな。神速が優先度プラス2なんですよね。だから電光石火と神速を同じ素早さのポケモン同士が打った時は神速が優先になるんですよ。そう、どっちも先制技なんですけど、先制技には優先度というものがありまして、電光石火が優先度プラス1で神速が2なんだけど、フェイントも確か2だった気がすんな。あれちょっと曖昧です。はい、違ったらごめんなさい。はい、ということで相手はケムッソを出してきました。さっき毒ケイル出してきたんだからさ、ちょっと進化で来ないとさすがにですよ。そしてケムッソなのにですよね、32レベル、どういうこと。どんだけケムッソが好きなんでしょうか。まあじゃあここはドリルくちばしで倒してしまいましょう。待って、これさ3体持ってたんで、ケムッソ、カラサリス、マユルドかな。いやでも違うだろうな、さっきもなんだかんだ違ったし。はい、ということでオーリオールがガンガンレベル上がっていく。またなんか覚えます。レベル13で覚え、おー、カウンター。対戦だったらありっちゃありですけど、今はやめておきましょうか。ストーリー中はそんな使わないでしょ。おー、毒ケイルってことはケムッソ、毒ケイル、さすがにアゲハントでしょ。ここでカラサリスみたいな中途半端なことはしてこないんじゃないでしょうか。はい、エンペルトのドリルくちばし、 OK。 っていうかさ、待って、リオルここで、あ、まあいいか。一回も戦闘に出さなきゃちょっともったいないかなと思ったけど、まあまあまあいいでしょう。はい、そしてレントラー電磁波ありだな。レントラーの電磁波ありだな。スパークいらなくね。いらないわ、スパークいらないんで、10万ボルトボルトチェンジ電磁波でいきましょう。電磁波があれば、こっからね、伝説のポケモンとか捕まえていくときに、相手を麻痺にすることができるんじゃないでしょうか。奮い立てるありっちゃありですけど、やめておきましょう。はい、でゴルバットも30レベル、マユルド。あ、なるほど。だったら順番に出そうよ。ケムッソ、マユルド、毒ケールの進化なんで、なんで今順番に出さなかった。先に毒ケールを出してしまった、銀河団の子でしたけども、はい、オッケー。子じゃないか、これ男だ。女の子だと思った。はい、ということで、おお、急所、まあ急所当てなくてもさすがに倒せていたでしょうけど、はい、これでまたリオールのレベルが17。お、そろそろ上がり方が厳しくなってきたな。進化しない。はい、銀河団の下っ端に勝ちましたが、なかったことにしたい。なかったことにはならないんだな、思いっきり録画しちゃってるんで。あー、進化しないか。進化してよ。おっと、ここにもいた。スルーできそうですけど戦うよ。そこかしこで止まっているドアは鍵がないと開かない。ここで間抜けな悪役っぽく鍵のありかを教えたいが、本当に知らないのだ。あー、なるほど。あー、そしてバトルじゃない。あなたは、はい、こんにちは。なんかさっきの銀河団何だったんだろう。時代を読めないお前のようなやつが銀河団に逆らうよな。お、銀河団は一歩行ってるってこと。いや違うでしょ、さすがにポケモンをいじめてやる野望はどうかと思いますよ。銀河団の下っ端はスカンプーを繰り出した。ね、バカな下っ端っぽく教えてくれたら助かったんですけどね。まあ言うてこの奥にあるんでしょう、鍵は。じゃあスカンプーは毒タイプなので抜群はつけないから、波乗りでいいでしょう。同じポケモンばっか使ってくんな。結構、ま、なんか何々団ってさ、同じポケモン使いがちですけど、その中でもロケット団と銀河団は同じポケモンな気が。いやでもそうでもないか、全体的にか。まあ悪そうなポケモンって限られてますからね。戦いが読めなかった、お前の強さも読めなかった。もうまあ確かに私はめちゃくちゃ強いんでね、もう私に挑んだ時点で負け確ですから。はい、ということで、なんか書いてあるんだ、これは。銀河団心得、すべては銀河団のもの、世界は愚か、宇宙を我々銀河団のものに。お、なかなかでかい野望を掲げておりますが、侵入者発見、お前怪しいぞ。まあ今だったら私が怪しいですけど、外に出たらあなたが怪しいですよ。銀河団の下っ端、今度は2体、使ってくるポケモンはドーミラーってことは、いや、ドータ君は使ってこないと思う。ドーミラーか、ドーミラーニャルマーといったところでしょうか。はい、じゃあここは波乗りで倒していきましょう。ドーミラーって捕まえたっけ、あれ、いや捕まえたな。ドーミラー、ドータ君は進化させていたはず。いやなんか結構このダイパリメイクの実況、間が最近ね2日ぐらい毎回空いちゃってごめんなさい。本当は連続で出したいんですけど、今ほらマイクラとか、あとはなんだったっけ、チョコエッグか
チョコエッグをね結構やってるんで、それでこう枠が取られちゃってなかなか投稿されないというね。いやこれレジェンズアルセウスまでに終わらせようと思ったけど無理だな。殿堂入りはいけるだろうけど、結構ねこのダイパって殿堂入り5が長いんですよ。で今回も多分いろいろ追加されてると思うんで無理だな。まあちょっとねレジェンズアルセウスとダイパリメイク並走することになりますけど、そこのところはご了承ください。まあいいでしょう、クリア後要素だから。クリア前まで殿堂入りまでは、あーここ開かないのかい、殿堂入りまではなんとかねレジェンズアルセウスまでに終わらして、殿堂入り後はちょっとかぶる感じになると思います。いや楽しみだよねアルセウス。まあその話はアルセウスの時にするとして、こっち側かな、こんにちは、鍵ありませんか、このワープパネルが覚えらんないんだって私。おここ来てないな、めちゃくちゃ遠いけど反応された。こらこら、最新設備のアジトをお前のような汚い子供が汚すなよ。なんてこと言うんだ、砂利ボーイってか砂利ガールか。汚い子供って言う、そうやってさ面と向かってさ。はい、ということで研究員の修士はユンゲラを送り出した。研究員具合悪そうだな、いつも具合悪そうだよね。ピカブリの時もこの研究員結構なんか変な顔してましたけども、はい、そしたらユンゲラは波乗りで倒していきましょう。ユンゲラといえばあの子か、ミル、ルミ、あれミルか、ミルだよね。ミルがずっと使ってましたね。はい、ということでユンゲラー倒しました。通信交換してフーディンにすればいいのに、まあ友達がいないんでしょうね。 MK さんと一緒だ、岩砕き、ありっちゃありだな、一旦ありだよね。コライルいらないんで、ちょっと格闘技揃うまでこれを使いましょう。はい、ということで岩砕きを覚えました。そろそろ進化しない、アサナンが37レベ、こっちもそろそろ進化しないんでしょうか。ユンゲラーどんだけユンゲラー好きなのよ。まあいいや。はい、そしたらここはまた波乗り打っていきましょう。なんかあんまりユンゲラーって銀河弾使うイメージありませんけど、研究員だったら OK ということなんでしょうか。はい、 OK 倒しました。この奥かな、なんかいかにもな場所ではありましたけど、もしかして鍵あります。お前とポケモンのコンビネーション計算外、もう何でも計算で導き出すという、もう研究員っぽさがすごいですけど、来てない。来たのは朝なんだった、今ルカリオ来たと思った、来ないね。全然来ないやんルカリオ、ちょっと。はい、ということでここでアサナンがチャーレムに進化しました。いやもうねボックスにねレベル進化のポケモンがいないんですよ。ちょっとどうしようかな手持ち。はい、とりあえず図鑑データ読んでいきましょう。チャーレム、瞑想ポケモン、ヨガの修行によって第六感が発達した、優雅に踊るような身のこなし。もう確かに片足で立ってますからね。うわこれどうしようかな、っていうかボックス開ける、あ開けるわ、ジム内だと開けないけどなんかアジト内は開けるんですね。どうしようかな、もう進化するポケモンがさ夏希系しかいないんですよ。じゃあしょうがない、マネネにすっか、マネネをじゃあ手持ちに加えてちょっと夏希進化なんとかよろしくお願いします。はい、そしたらうわここでもなかった、さらに下、鍵ありませんか、なんだここ、うわ誰か、うわっとバレなかったね。まあ後で戦いはしますけど一旦バレませんでした。ヘドロ爆弾からの、これが鍵か、おお来た。銀河団の鍵ゲットしました。とりあえずあなた戦ってもいいですか。銀河団が全てのポケモン、全ての自然を自由にする、うはは全部銀河団が独り占めをするのだ。あ戦いじゃなかった。独り占めか、お、そして待って、これ一周したな、これってさっきのスタート地点ですよね。あースタート地点だ、だったらとりあえずここは通しておくとして、さっきのところまで戻りましょうか。銀河団アジトの鍵が使えるところ確か奥にあったと思います。それを使わないと進めない感じになってましたね。っていうか今更だけど銀河団のセキュリティ甘すぎない。なんか鍵もその辺に落ちてるしさ、入り口のね人もバトルもしないで通してくれたしさ、もうちょっといい人を雇った方がいいと思うけどな。そしたらこっち側だったっけか、上に登って、確かこの奥さっき行けなかったんですよね。もう鍵があるから通れるようになってると思います。この鍵もね、もうちょっと抵抗してくれた方が取り甲斐があるのに。うわなんだこれ、何これ、変な機械がいっぱいある、調べられるわけではないか、何の機械だか、まあ素人にはわからないということなんでしょう。マジカル社員、マジカル社員って
あれだよね、 XY からの技だよね普通に。あ、ていうか行き止まり、え、なんでめちゃくちゃ行き止まりなんだが、え、どういうことどういうことってことはこの先行けないからちょっと違う場所行かないといけないのか。ワープパネルを使えばまた行けたっけ、違う場所。あららららえっと今こっち側から来たから一旦ここ下降りて、でここワープして、さっきワープしなかった方に乗ればいいのかな。あれ待って、どうなってるっけはい、でこっちワープして、でその人だよね、そこだよね。でここの右行けばいいのか、さっき左行ったからこっち側まだ行ってないんだと思います。行ってなかったけど行き止まりだぞ、熱湯待て、熱湯もさ確かブラックホワイトからの技ですけど、あら、ちょっと待ってちょっと待って、行き止まりじゃない、もうこれ終わり。じゃあビル行っちゃうよ。え、終わりかな、まだじゃない、さすがに。ここでのゴール的なのは定められていないんでしょうか。ちょっと一旦戻ってみる。いや、なかったよな、だって今。でここ下行って、あれあれ、もう終わりだっけここ。じゃあ戻っちゃうよ。でここ下行って、いやなんか終わったっぽいな、終わったよね多分。あ、終わったわじゃあちょっとビルに向かいましょう。多分銀河団のビルに向かうのが、いいと思いますちょっとなんだよ、あ、銀河団の鍵をゲットしただけってことか。よし、じゃあ戻るよ遠回りしてもチャリ使おう。チャリでウィーンエンペルトを置いていきつつ、はい、戸張のビルにやってきました。ここだったらもう入れるんじゃねえか。こんにちは、鍵はあるんですけど銀河団の格好はしてないけど通してくれます？いらっしゃいませ、こちら銀河団アジトではなく銀河帳ビル受付です。いや、行っちゃったよ行っちゃってたよ今。宇宙エネルギー自由に使えると素晴らしいと思いませんか。思うけど、うん、あんまり人をいじめて得たエネルギーは良くないと思うぞ。あ、使えるわ使えた、よし、オッケー、通るよ。我々銀河団は奪えるものは全て奪う、いらないものは全て捨てる、それが銀河団のポリシー。お、私のポリシーはね、攻めて攻めまくることよ、霞ですね。はい、あー、ここダブルバトルだったんじゃん。アジトに忍び込んだトレーナー、お前の輝かしい快進撃もこれまでだ。今ダブルバトルだったじゃん絶対。なんで今一体一体戦わないといけなくなる。まあこの方がいいか。そうだね、私の波乗りでレントラーを巻き込むよりは、この方がいいでしょう。はい、相手はゴルバット、こっちはエンペルト。なんかせっかく倉庫からアジトに来たのに全然使ってくるポケモンは変わんないんですね。もうちょっとバリエーションさってさっきからずっと言ってますけども。はい、そしたらここは冷凍ビーム打っていきましょう。これ PP との戦いだな。こっち側の PP がなくなるのが先か、銀河団のビルを制覇するのが先か、いやどっちだろう微妙だな。今のもダブルバトルだったらさ、波乗りでこううまく PP をできたりしたんですけどね。はい、そしてゴルバット31、マネネ17レベ。マネネとかはまだまだ進化しないと思うぞ。ゴルバットはこのままでいきましょう。リオルが先に進化するか、ゴルバットが先に進化するかのどっちかだな。どっちだと思う皆さんぜひコメント欄で予想書いていってください。いやでもね、ゴルバットだと思う。ゴルバット、あれどっちが新しいっけ。先に手持ちに入れた方が結局先に進化すると思うんですけど、いやでもレベルの上がり幅的にリオルの可能性あるな。そう、レベルを上げると夏気度若干上がるんで、それ考慮するとリオルな気もするな。はい、でマネネは18レベ。そしておお、銀河団の勝負に勝った、いいですね。あ、待てよ、そしてさ、夏気度を上げたいんだったらさ、キトさんとか使っちゃうのありだな。お、あ、ゴルバットだ先に進化したのはゴルバットでした。お、もう懐いてたか。はい、ということでゴルバットがピカ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 光っても完全に見えちゃってますけども、はい、クロバットに進化しました。クロバットかっこいいよね。いや、クロバットめっちゃ好きこれ見た時、うわかっけーと思ったもん。結構でかいんですよクロバットって。クロバットが、はい、1.8 メートルでかくないめちゃくちゃでかいよねこのポケモン。クロバットコウモリポケモン、4枚の羽でより静かにより早く飛べるようになった、夜になると活動を始める。なんだその角度は。クロスポイズン、まあ普通だったら確実に覚えさせますけど、今は手持ちじゃないんでいいでしょう。よし、じゃあクロバットさんもお疲れい。まあせっかく懐いた後にね、変えちゃうというのもあれですけども、どうしよう。じゃあミミロルにしとくか。はい、で待て、そう、リオルを早く進化させたいんだったら、あれ使うのありだな。このマックスアップとかこの辺りって使うと夏気度上がるんですよ。使うか、 HP の基礎ポイント。はい、
リオールあげます。あとは何かあったっけ。お、ポイントアップ、 PP の最大値、あ、これは今はもったいないな、さすがにもったいない。リゾチウムが特効、いや、リオールは攻撃なんで攻撃をあげたい。あー、ないか。特防、まあ、特防だったらあげて、あ、特防防御あげるか。はい、じゃあキトさんリオールにあげて、ブロムヘキシンもリオールにあげると。はい、オッケー。あとなんかないっけ。あとはないか。そうですね本当は安らぎの鈴があればいいんですけど、安らぎの鈴どっかで拾えるんだったっけな。そろそろ疲れているはず。そこを倒すのも銀河団、まあ漁夫の利ってやつですね。まあでも MK さんは実は全然疲れてないんだな。銀河団の下っ端、今度は2匹もうダブルバトルで戦いたかったゴルバット、ゴルバットだったんだ。まあまあまあしょうがないですね。はい、じゃあエンペルトの冷凍ビームでまた行きましょう。さっきゴルバット、ゴルバットだったよね。ってことは今これ合わせるとゴルバット、ゴルバット、ゴルバットってことは絶対次もゴルバット守る。あ、ファストガードかファストガードは今意味ないな。そう、ファストガードっていうのはダブルバトルとかトリプルバトルの時に使える技なんですけど、シングルだと効果発揮しませんね。はい、ということでオッケー。まあまあまあシングルでも使えるっちゃ使えるけどあんまりそれ使うんだったら守るからなシングルだったらな。はい、ということでお先にどうぞはいりません。はい、これもね、お先にどうぞもダブルとかだったら全然使える技なんですけど、うわ、カラサリス、ここに来て空気を読まない。え、さっきゴルバット、ゴルバットだったよね。ってことはこいつゴルバット、ゴルバット、ゴルバットまで来てカラサリスなんだまあまあまあそれはいいとして、はい、なんとか倒しました。リオール進化しないかな。今ほら基礎ポイント上げるやつ使ったからさ、レベルさえ上がれば、あー、レベルがもう上がんなくなってきてるあと2人ぐらい下っ端倒さないとまた1レベル上がりそうにありませんね。はい、ということでガンガン行くよ。お、なんか書いてある。銀河団テレビルーム、最高級のテレビを楽しむがいい、新たな宇宙を銀河団テレビ。おーおー、テレビだ、見てんの。銀河団のボスの研究の邪魔はさせない。あー、バトルか。もうあんたバトルじゃないと思うじゃんテレビ見てたじゃん今。まあいいや、研究員のアズマ、使ってくるポケモンはユンゲラー、研究員ユンゲラーばっかだなフーディンは使ってこないの研究員。まあいいや。そしてよく見ると光のコート丈短くねお父さんそんなんで、なんだろうね、冒険されたら心配になっちゃうよ。はい、そしたらエンペルと波乗りでユンゲラ倒していきましょう。あったかいようであったかくなさそうだな光なんか実は足めっちゃ寒くない、大丈夫。経験値もらって、お、リオールレベル上がった。ユンゲラはあれが高いのか、悪巧み。まあこれ特攻を上げる技なんで今はなしかな。はい、ミミロル16レベー、リオールそろそろ進化してもいいんですよ。電光石火はいりません。はい、マネネ20レベー、この辺りは時間かかるだろうな。マモールもいりません。はい、どうだろう、リオールそろそろ進化して、勝てなかった、かっこ悪い。いや、かっこ悪いなんてことはないと思いますけど、お、あ、来ないか今来たと思った。あ、なんかある、ワープパネル。はい、じゃあこれでワープしていきましょう。どこに繋がるんでしょうか。あ、ベッドがある。これ休んでいいの、やっとじゃあ一旦ここで PP 回復させます。いや、よかった。なんか書いてあるね、銀河団仮眠室、ベッドを調べて誰もいないか確かめてからぐっすり眠るといい。いいね、なんか福利厚生がしっかりしてんね銀河団うわー、ダブルか。行きたいところではありますけど、今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。よし、じゃあ次回も引き続き銀河団帳ビル攻略していきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。